い、由比ヶ浜に着きました。佐々木さんと、はい、さくらさんと由比ちゃんもいて、4人でちょっと乾杯をします。乾杯。岩田さんが作ってきたいろいろなコップとうちわと、ね、肩もみ豪綺麗に、このこれは名札ですよ。ちゃんとケースも用意してくれて素晴らしい、ね、無料マッサージ実施中とか、うん、ごめんごめん、これ映ってる。はい、あとスクラギ持ってきます。はい、なかなかすごいね、3人でやってるコースで、うん、すごい、なかなかないですね。これはいいんじゃないですか。足裏をね、ちょっと一旦見つけましょうか。皆さんなんか喋ってよ。ザ・三浦はすごいサイレントモードで。これ見っけ。女性カメラマンが来たわよ。お顔いいですか？ちょっと待って、顔ダメですか？大丈夫大丈夫、かわいいから大丈夫、かわいいから大丈夫、開けてごらん。足やばいっすよ。頑張ってます。はい。撮ってる人がね、M 字解釈なんで。気にしてなかったです、すいません。いやかなり疲れてます。最近の18歳だっけ、はい、18です。あ、若いっすね。痛い。コリコリ中断はないんだけど、はい、故障ですごい硬い。 あらまあ、そう、硬いっすか。将来超心配なんだけど、これからね、将来やばそう。めちゃめちゃマッチェなお兄さん、こんにちは。やばい、体若いけど、中身はやば、来た、50代。まだね、やっぱりこっこいいからいいけどね。太るよ。年取ると太るよ。油断しないで。あの、ガンちゃん、ガンちゃん。はい。おねえ、おねえのものです。やだ。あ、じゃあ、いい男いるからそっち行くね。じゃあ、ありがとうございました。あった、嬉しい。おねえに。こんなに初めてゲーバー行ったんですよ。あ、そうなんですか。ゲーバーデビューして。どうでしたゲーバー。たぶん俺、今日生理だから肩硬いっすよ。生理なの。砂が多い。今日2日目です。なんか、俺脳に今異常があって、肩こりで脳が痛いみたいな。右がやばい。どうすか。いや、めちゃくちゃうまい。めちゃめちゃうまい。一応、痛え。指名取れないやもう。先生なの。なんか本当にこれお金払っちゃったら。誰が先生なんですか。先生も。あ、もう全然あの財布に余裕があるんで。財布には余裕があるんで。マッサージ協会では有名人のお姉さんです。やべえこれ、めっちゃ気持ちいい。待って、お姉さんにもやってもらいたい。ダメダメ。あれ、じゃお姉じゃなかったの。いや、あなたお姉でしょ。俺お姉じゃない。なんでお姉やってるの。お姉がお姉やってどうするの。めっちゃ気持ちいい。凝ってます。凝ってますね。お兄さん今日どこから来たんですか。自分名古屋。名古屋ですか。今日名古屋ですか。おもろいですよ。おもろいな。働きたい。久しぶりに来て安心した。じゃあ、ただ見ますか。こちらも頑張ってるね。すごい。これ痛いっていいことなんですか。痛いのは、これが強いんで痛い。めちゃめちゃ痛いですけど、全然痛くない。気持ちいい。めちゃめちゃ痛い。ザ・フリー、フリーダンサー。あとは、私が出しなかった。待って、本当に言ってる。エースだからね。大変。え、普段何やってるんですか。普段マッサージやってます。どこですか。ね、ここね。神石寺。なんか、埼玉ら辺の方。埼玉ら辺の方してるんだ。たまに背中が痛くなるんですよ。先生、こんなもんですか。背中痛くなります。こんなもんですか。もうちょっといいですよ。痛すぎじゃないですか。大丈夫ですか。めちゃめちゃ痛くないですか。じゃあそこら辺とか。すげえ。あ、いい感じだそうです。いい感じ。いい感じでございます。あ、やべえ。やべえ。
いかがですか？超気持ちいいです。あ、気持ちいいですか、はい、すごいですね、このこれ玉のやべえ感じが、って感じで、そこら辺気持ちいいっす。あ、やべえ、すげえ、痛い、痛いです、マジで痛い。失礼します。ほら、この辺コリ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 、やばいっすね、触れる側まで。あー、熱いなコリコリじゃないですか。これね、手をこうやって前に出してるとここ使うんですよ。じゃあもう運転でってことですね。肩も、さっきの男の手で、うわ、コリコリっすね。あ、もういた気持ちよかったっす。はい、もうすごい体がもう軽いっす、ほんと。よかったですね。ありがとうございます。はい。